小橋明役の近野彩香です。よろしくお願いします。橋本瑞穂役の川田明日です。よろしくお願いします。山田めぐみ役を務めさせていただきました鶴島乃愛です。よろしくお願いいたします。どうぞ。いかがですか。いかがですか。そうですね、私はあの雑誌ポップティーンっていう雑誌でモデルをさせていただいてたんですけども、こうやっぱり同年代の子と結構競い合うような企画が多くて、その時は結構挫折してましたね。やっぱりこうどういう風に自分を見せたらいいのか、やっぱ個性を重視する媒体だったので、あの私にしか表現できないことって何なんだろうっていうのを、もう本当授業中もそうですけど、本当に四六時中考えてて、でもそういう考える期間があったからこそ、今こうしていろんなものを生み出せたりとか、やっぱりこうお芝居にもつながってるんじゃないかなと思うので、まあ、挫折はしましたけども、あの時とことん考えててよかったなっていうのは思いました。ありがとうございます。じゃあ立ち直り方というか、やっぱりその突き詰めて考え続けたことが、そうですね、自分のことを一番自分が理解してあげるのが重要なんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいい言葉ですね。ありますか。差し上げない。あまり変わってないかな。でもこう考え方はちょっと大人になったかなって思うんですけど、具体的にこれみたいなのがあんまり思い浮かばないかもしれないです。私結構常々あんまり、なんだろう、変わりたくないなって思ってるかもしれないです。あのやっぱり時間が経てば嫌でも変わってしまうことの方が、環境もそうですけど多いと思うので、なんだろう、もういつまでもなんか美しいものを見たら、ちゃんと心から美しいと思える心でありたいなと思いますし、好きなものはずっと好きでいたいなって思ってるので、なんか自分の好きな部分はずっと変わりたくないなって思いながら過ごしてます。めちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。これさ、後になったら言えたじゃん。すごいですね。順番を縮めたね。なんか昔の方がもっと元気だったので、なんかちょっとは落ち着いてきたかな。憧れますか、ちゃんの良さだから。元気すぎて大丈夫みたいな、昔言われてたんですけど、まあ、大丈夫なんですけど。そう、だからちょっとずつ落ち着いてきたのかなっていうふうに思います。いや、なんですかね。そんな私、高校生の時とかは結構、今もこの明るいポジティブな感じなんですけど、はい、これの 1.5 から2倍ぐらい元気というか、もちろんあの年齢もありますけど、はい、こう周りの、あの雑誌とかで一緒のモデルのみんなをもうわーって巻き込んで楽しくやってるタイプ。怖い人ですね。普通に。でもそれが逆に、はい、私は同い年だけど後から入ったのですごく助かったというか、はいはい、それはそうかも。あのもうちょっと 1.5 倍ぐらい元気、はいはいはい、盛り上げ番長だった。盛り上げ番長。私はあの小説が大好きなんですけども、はい、こうやっぱり学校の授業ってちょっと眠くなっちゃうんですね。なのでこっそりこの机の下で毎日本を読んでましたね。似合う。似合いますね。文学少女。もう一日中だから、こう一日通して、はい、あの一冊を読み終えてました。ハイスピードですね。そうなんですよ。いや、そんぐらいもうずっと見てました。どういったジャンルの小説を。ミステリーも好きなんですけども、うん、あの私は千早茜さんという方の小説が大好きなので、ぜひ見てください。ありがとうございます。一度も先生に怒られたりバレたりしたこともなかったんですか。バレてたかもしれないですけども、どうなんですかね。でも可愛いから。そっか、はい、確かに。それはそうだ。はい、不問でしたね。ありがとうございます。私あの学校が普通の学校というか、うんうん、芸能の学校じゃない高校に通っていたので、こうなるべく単位を取りたいっていう気持ちがあって、うん、仕事終わりにこう雑誌の仕事とかだと、
その編集の方にすごい協力していただいて、なんかあの大きいバスでそのロケ移動するんですけど、そのバスで学校の前までつけてもらって学校行っつけてもらったりとか、なんかタクシー出してくださったので、タクシーで学校まで通って、もう本当に30分でも早く学校に行けるようにっていうので、すごく協力していただいてたんですけど、学校の先生には言わずに、すっごい頑張ってきたみたいな感じを出してました。明らかに走ってきました。私、芸能コースがある高校に通ってたんですけど、でもすごく厳しい学校だったんですけど、私はこうそういうのを結構くぐり抜けてやろうっていう精神で生きてるので、結構なんか、開けちゃダメなのにピアス開けて先生に怒られたりとかスカート切ったりとかして、いや切ってないですいかに先生と仲良くなるかみたいなので、はい、どうにか補って、はい、両親に電話行かないように素晴らしい勤めてました。高校生は結構お仕事がメイン、どうでした？メインだったので。同じです。中学生の方が結構思い出が、じゃあ中学時代のあるんですけども、中学校の頃はあの行事ごとに割と参加できてた時期だったので、うんうん、あの合唱コンクールみたいなので、はい、あのスピッツさんのチェリーをみんなで歌ったんですけども、もうそれを歌ってから本当に春ぐらいになったらチェリーが聴きたくなるなっていう、なんかずっと自分の中ですごく大切な歌になってますね。これ初めて言いました、ファンのこの前で初出し上手だし中学生なんですけど、はい、ムカデ競争っていうのがあって、うんうん、みんなであのなんか縄つけて、はいはいはい、男女ってなってこう一周走るっていう競技、難しいなんですけど、あれは結構放課後練習とかもあったり、うん、やっぱこう思春期なので、はい、助け合いもありつつちょっとドキドキもありつつみたいなのはめちゃくちゃ覚えてます男女一緒にその交互に交互で、になるんですか？はい、で一列 で先生とかも一番前にいたりとかして、それでこうせーのって言ってこう一周回るっていうのをやって、もうまあその時はお仕事やってなかったので、はい、全然大丈夫だったんですけど、もうずっとここら辺が怪我だらけで、やっぱ転ぶと全員ドミノ倒しになるので、でもあれはすごい今でもなんか楽しかったなって、やります。川津さんの前後の男子たちなんかもう気が気じゃないですよね。ドキドキじゃなくてラッキーラッキーじゃん私の役はお母さんを助けるためにいろいろバイトをしていて、どんどんこうキャバクラとかこう危ない方に、うん、あの仕事をしてしまう子なんですけど、それはもうお母さんを助けるためっていう大前提があるので悪気がないっていうところを監督に最初にこうお話しいただいたので、うん、こうなんていうんですかね、悪気がないからすごく明るいというか、はい、もう悪いことをしてるつもりがないから、うんうん、もう楽しく明るく、もうそういうことしてるよぐらいの感じでいけたらいいなっていうので役作りをしました。ありがとうございます。川津さんはいかがでしょうか？そうですね、私はこう関わる人がメンディーさんとあとはノアちゃんが多くて、うんうん、ノアちゃんとはもともと面識があったので、はい、正直すごくやりやすかった。あかわいいめちゃくちゃやりやすかったですし、うんうんうん、あと数日間だったので私たちの撮影が、はいはい、その間にこう関係値をこう縮めるとかではなく、最初からこう関係値が構築されてた方がすごくやりやすかったですし、あとノアちゃんの場合はあんまりもう会話 してなかった。そうですね、あの1話のそれこそあの一番重いシーンとかはなんかもう会話できるような状況じゃなかったですよね、うん、もうなんかみんな下向いてるみたいな感じでした、はい、やっぱりどんどん自分自身も追い込まれていって、こうなんだろう、心が
蝕まれていくような感覚をやっぱり演じるごとに覚えていって私自身も、なので一番私の皆さんもご覧になって心苦しかったシーンがあったと思うんですけども、そこは心を込めてというか、本当にアスカちゃんのお芝居のおかげで私もなんだろう、グーってなんか本当に気持ちを絞り取られるような気持ちで演じてたんですけども、はい、そういうやっぱり視聴者の方々の皆さんに、うん、そういう細かい変化もお届けできるように丁寧に演じました。